こんにちは新しい友達、女子初頭に決めたプログラム、SP で、坂本香織シスメックスは75.60点をマークし、首位に立った。これまでとジャンプの構成を変えた、SP。ダブルアクセルを冒頭に決めると、ループからルッツに変えた単発の3回転も成功し、演技後半に組み込んだフリップ、トループの連続3回転も鮮やかに決めた。演技を終えると、どや顔で猟犬を握りしめた。 インタビューでの第一声は笑顔でやりました。ハイスコアをマークし、ノーミスでできたので、今後の自信になったと、手応え十分。28日のフリーでは、初の GP 優勝がかかる。迫力のあるフリーをお見せできるよう、パワフルに滑りたいとタイトルを見据えた。フィギュアスケートグランプリ、GP シリーズ、第6戦 n h k 杯、第1日27日、大阪東和薬品ラクタブドーム、 女子ショートプログラム SP で18年平昌五輪代表の坂本香織シスメックスが75.60点で首位発進した。女子 SP に出場した全12選手の順位と得点速報値は以下の通り。1位坂本香織シスメックス75.60点。2位樋口新馬明大69.71点。3位山下誠子中京大中京校67.56点。 4位、松葉入りの中京大中京校、65.74点。5位、横井岩名中京大、65.18点。6位、川辺真奈木の下アカデミー、63.62点。7位、三原舞衣シスメックス、63.41点。8位、川畑は愛総大、59.83点。9位、ホンダ森林ジャル、58.30点。 10位、荒木紗奈、中京大中京校、57.45点。11位、浦松千尋、中京大中京校、56.45点。12位、龍久韓国、55.56点。フィギュアスケート、NHK 杯女子ショートプログラム、坂本トップ。フィギュアスケートの NHK 杯が、大阪府門真市で開幕し、女子シングル前半のショートプログラムでは、ピョンちゃんオリンピック代表の、 坂本香里選手が3つのジャンプをすべて決めて75.60でトップに立ちました。おととしの世界選手権銀メダリストの樋口新馬選手は冒頭のトリプルアクセルで転倒し2位、3位は山下誠超えラテでした。昨シーズンからの巻き返し NHK 杯の女子シングル前半のショートプログラムでトップに立った坂本香里選手。 神戸市出身、20歳の坂本選手は、おととしの平ョンチャンオリンピックの代表で、再来年の北京オリンピックも出場の期待がかかる選手です。不調に終わった昨シーズンからの巻き返しを図るため、今シーズンはショートプログラムの楽曲を変更し、ジャズを取り入れた音楽で、これまでより表現力を高めた演技を目指して、練習してきました。先月の西日本選手権では、ジャンプでミスが続いたものの、26日の練習では、 連続ジャンプをきれいに決めるなど、調子の良さはうかがわせていました。練習後には、今シーズンはずっと無観客の大会に出場していたが、久しぶりにお客さんの前で滑れるので、とても楽しみにしている。ショートプログラムではの美のある演技を見せたいと、意気込みを話していました。樋口選手最後まで落ち着いて演技したい。樋口新馬選手は、2位だったショートプログラムの演技を振り返り、会場の歓声や拍手が聞こえないくらい、緊張と集中をしていた。 トリプルアクセルは失敗してしまったがその後きちんと落ち着いて残りのジャンプを飛ぶことができたので良かったと話しましたそして28日後半のフリーに向けてショートプログラムよりもフリーの方がトリプルアクセルに入る直前の動きのタイミングがいいので明日は自信を持って演技をしたいとしてもフリーもすごく練習をしてきたのでもしトリプルアクセルにミスが出たとしても最後まで落ち着いて演技をしたいと 次のオーディオビデオでお会いしましょう。